2015から2016年、ラタキア構成は、シリア内戦において、トルコと国境を接するラタキア県の、反政府勢力支配地域を奪還するために2015年10月に、シリア政府軍が行った戦役。10月15日、シリア政府軍は、ラタキア北部の田園地帯で大規模な構成を、開始した。10月19日、シリア陸軍は、 タルジワイクの丘の上から北に進んだ後、ラタキア北部のアルザヒアサ脈ヤのポイント1112、ポイント482、タルサミミア、カワアルハタブ、タルサラサを占領した。ある報告によると、翌日のロシアの空爆により、反政府勢力の沿岸第一師団の司令官バジル、ザモが、他の4人の戦闘員と共に死亡した。他の報告では、 攻撃による死者は45人となっており、その中に少なくとも15人の民間人が含まれている。10月30日、反政府勢力はカファー・デルバの地域を奪還したが、親政府勢力はこれを否定した。11月1日から3日の間に、ラタキア北部の山岳地帯にあるゴマムの村をめぐる激しい衝突が起こった。村は4回にわたって占領され、最終的には、 反政府勢力が再び村を支配することになった。兵士13人と負傷数の反政府勢力が死亡した。2日後、政府軍はこの地域の3つの村を占領し、11月6日にゴマムとゴマムを見下ろすジャバルバクダッシュ級を制圧した。11月9日と10日、反政府勢力はゴマム地域のいくつかの地点を奪還したと報じられたが、軍事筋によって否定された。 11月13日から23日の間に、政府軍は200平方キロメートルの領土を奪還した。11月25日、政府軍は、ラタキアの山々にある3つの丘を占領し、ガマム周辺へと進軍し、デルハンナ、アルガグミッシュリーや、バイトアイアッシュの村を奪還した。11月18日から23日までの間に、政府軍は10の丘と3つの村を占領し、 アルザヒ山脈の完全な支配を行った。11月24日、反政府勢力はアルザヒ山脈とタルアルイティラを取り戻し、政府軍はジャブルシック・マファンモットの村と丘の上を占領した。翌日、政府軍はアルザヒ山脈とアテイラ地域に進軍し、アルザヒを奪還した。11月24日、トルコの F-16 はシリアとトルコの国境近くで、 ロシアの戦闘爆撃キス -24 を撃墜した。ロシアのパイロット一人が死亡し、ラタキア北部の山岳地帯で行われた救助作戦で別のロシア兵が死亡した。ロシアの救助ヘリコプターも等によって破壊されたが、乗組員に怪我はなかった。その日、遅く、二人目のパイロットは特殊部隊に救助され、その後、ラタキアの軍用空港に到着した。 ジャバルトルクメンはトルコ空軍によるロシア戦闘爆撃機の撃墜後、ロシア軍による激しい爆撃を受けた。11月27日、アルイコールカイダの関連組織アルヌスラ戦線とシリアのトルキスタンイスラム島はシリア陸軍が迫撃砲で砲撃し、ロシアの軍用機がジャバルアルアクラを爆撃する中、ジャバルヌバ周辺でシリア政府軍と ヒズボラ軍と戦った。シリア陸軍の数百発のロケットによる激しい砲撃により、トルクメンの軍事指導者であるジャバルトルクマンと共に、トルキスタンイスラム島の15人の戦闘機が殺害された。トルキスタンイスラム島は、その州の間に政府軍との衝突で30人以上が殺害されたと報告した。同日、政府軍はさらに2つの丘を奪還し、 ジャバルアルヌバ山を確保した。12月1日、政府軍は3つの村とジャバルアルカシカル山脈を占領した。これらの前進により、陸軍はアルジェブアルアマール地域を完全に支配した。12月3日から15日までの間に、政府軍は最大20の村と丘を占領した。この間、イスラム教徒の反政府勢力は、 ジャバルアルナワ周辺のいくつかの検問所も奪還した。ラタキア北部の田園地帯では、ロシアの空爆で、反政府勢力の司令官2名が死亡した。12月16日、政府軍は、ラタキアの北部の田園地帯にある戦略上、重要なアルヌバ山地を占領した。同日、政府軍は、イドリブ県の県境に位置する2つの丘の頂上も、奪還した。 12月17日から20日の間に政府軍はトルコ国境に沿ってさらに10の村と地点を占領し反政府勢力はジャバルアルサイード山脈を奪還しジャバルアルヌバ山の一部を奪還した12月23日と24日ロシアの空爆支援を受けた政府軍がジャバルアルヌバ山とジャバルアルサイード山を奪還したと報じられた 12月25日から1月10日までの間に政府軍はキャット・フエール・エラマ地域を含むさらにニダースの村と丘を完全に支配した。そのうち反政府勢力が奪還できたのはわずか2つの村だけであった。1月12日の朝、政府軍が反政府勢力の拠点でラタキア北部の田園地帯にあるクルド山地においての反政府勢力の最重要地点。 サルマの東側に位置する戦略上重要な村タルティーヤを完全に支配下に置いた。その日の後半に政府軍はサルマを完全に掌握した。翌日軍はサルマの支配を拡大しマラウニアーとマージック放火を占領した。1月15日までに反政府勢力の防御が崩壊したため政府軍はさらに6つの村を支配下に置いた。 2016年1月16日、政府軍は、アルサラを見下ろすいくつかの丘と、さらに6つの村を占領した。翌日、政府軍は、戦略上重要な町ラビアの近くの2つの山頂と、ジャバルアルアクラとトルクメン3000体の6つの村を占領した。1月20日、政府の進軍は続き、さらに2つの村を奪還した。しかし、 1>, 1月18日から20日の間に反乱軍が反撃し、4つの村と丘が奪還された。それでも政府軍が依然として戦略上重要な高地を占領していたため、これらの奪還した陣地に対する反政府勢力の保持力は弱かった。1月21日、新たな陸軍の攻撃が始まり、1月24日までに20の村を占領し、 戦略上重要な街ラビアを三方で取り囲んだ。ラビア自体もその日に制圧された。1月12日から25日までの間に、ロシアとシリアの軍用機は522回以上の空爆を行い、政府の地上部隊は3000発以上のロケット弾とミサイルを発射し、36の町や村を制圧した。その中でも重要だったのは、ジャバルアルアクラドと、 ジャバルあるトルクメンの反政府勢力の主要拠点サルマとラビアである。この2週間の作戦中に72人のシリア兵と124人の外国人反政府勢力が殺害された。1月27日から31日までの間に政府軍は7つの村、ルーウェイサットエールムラ9等ジャブルエールマルカ3を奪還した。2月1日政府軍が 村とその周辺の丘から完全に撤退した後、反政府勢力はトルコ国境近くの名原を奪還した。一方、ジャバルアルトルク面の東では政府軍が反政府勢力の拠点であるキンサバに向けて北上を続けていた。2月3日、去るまで新兵器の使用についてシリア兵の訓練を行っていたロシアの軍事顧問が 反政府勢力の迫撃砲の砲撃で死亡し、ロシア兵3人が負傷した。2月6日から7日の間に、政府軍がアーリアーの村とその丘を奪還した。同日、共和国防衛隊第103旅団と他のシリアの準軍組織が川を渡り、バシュラの村を奪還した。この攻撃は、アルヌスラ戦線と FSA 沿岸第1旅団の 防衛を標的としたロシアの空爆によって強力に支援された。2月8日、彼らはさらに進軍し、金サバ地域の2つの村を含む4つの村を奪還した。2月9日、クルド山地のサウジアラビア国民で上級アルヌスラ戦線や戦士機関アブデルアジズアルディバイキが共和国親衛隊の第103旅団によって殺害された。軍が以前に失った。 いくつかの位置を取り戻したため、少なくとも16人のアルヌスラ戦線の戦闘員が、ロシアの空爆で死亡した。2日後、兵士12人が死亡した、戦闘の後、反乱軍は、クルージャを含む2つの村を奪還した。2月13日、軍は村を含む、失った、いくつかの陣地を奪還した。2月14日、陸軍は3つの村を占領し、翌日には、 さらに7つの場所を占領して、金サバに向かった。2月16日にさらに2つの村が占領されると、軍は金サバに到着し、町への最終攻撃の準備が始まった。トルコ国境を見下ろすタルガザレー丘からの反政府勢力のほとんどが、金サバの防衛を強化するために再配置されたため、政府軍はこの機会を利用して丘を襲撃し、占領した。 金サバへの攻撃は2月17日に始まり、西側の側面にある3つの村を素早く占領し、反政府勢力が撤退するための道路を一つ開けた、ままにした。翌朝、金サバは確保された。この進軍後の軍の次の目的は、ジャブルあるアクラットで最も高い地点の一つ、カバニの村であり、そこは、アルガブ平野を見下ろすことができ、反政府勢力が依然として、 カルダハのような場所を砲撃できる場所であった。2月20日から23日にかけて、陸軍は、進撃を続け、金沢の北にある八つの村と丘を占領した。2月26日、政府軍は、ラタキアとイドリブの県境にある、アインアルバイを支配し、その翌日にサラフの村とヌスラが支配するトルコとの、国境を見下ろすタルナワラットの丘を制圧した。3月2日、軍は、 カバニとその丘への攻撃を開始した。他の場所では三つの村と一つの丘を占領したと報じられた。10日後、カバニの丘の戦略上重要な高地は政府軍に奪われた。この間、陸軍はカバニを見下ろすズーエイカット山頂も奪取した。それでも、反政府活動家は3月9日に、反政府勢力がズーエイカットを奪還したと報告した。 アルヌスラ主導の反政府勢力は2016年4月中旬に攻撃を開始し、ジャバルアルイコールカラートとアルバイ村の一部を占領した。シリア陸軍は数日以内に反撃を開始し、失ったすべての陣地を奪還し、再びカバニ周辺の高地への攻撃を続けた。また、シリア兵の心臓を食べたことで、人食い人間と呼ばれたアルヌスラ戦線の有名な司令官、 アブシャカールが戦闘中に死亡した。4月14日から29日の間に政府軍はカバニ郊外の2つの戦略上重要な丘を奪還する試みに10回失敗した。4月30日時点で3日間の停戦が発行した際に1154高地を制圧したのは誰なのかについて矛盾する報告があった。5月30日陸軍はトルコ国境と ラタキア北部に残っている、反政府勢力が支配する村々を見下ろす通る、ハダーデーの丘の上を占領した。6月末、FSA グループの支援を受けて、アルヌスラ主導のファトフ軍が、トルクマン山地とクルド山地で反撃を開始し、ロシアの空爆で撤退する前に、いくつかの村を占領した。この戦闘で、反政府勢力33人と、兵士15人が死亡した。 それでも、数日後の、反政府勢力の2回目の攻撃により、金サバと、その周辺の十数の村や丘の占領に成功した。8月8日、シリア陸軍は反撃中に、金サバとその周辺の村や丘を奪還した。反体制派のアルジャジーラによる分析によると、ラタキア構成の目的は、海岸から、浜とホームズを経て、ダマスカスに至るアラウィー派が支配する。 潜在的な国家を強固なものにすることであった。これには、ラタキア北部の住民を強制退去させ、政府の支持者と入れ替わるようにすることが必要であった。同じ情報源によると、ラタキア北部の人口のほとんどはトルクメン出身であるため、この構成はトルコ政府を当惑させ、圧力をかけることも目的としている。この情報源によると、政府軍による前進は、 ロシア空軍が使用した強力なミサイルとイドリブ県とハマ県の反政府勢力の支援が不足していたことに起因しているという。一方、シリア政府はシリア全土の奪還を目指していると主張している。この場合、ラタキアをすべて奪還した後の次の理にかなったステップは隣接するイドリブに移動し2016年初頭に 反対性派に奪われたものを奪還することかもしれない。ありがとうございます。